の動画で、新しい化粧品増えてるねって気づいた人が何人かいて、あ、それで購入品動画やろうと思ったので、今日は購入品動画です。本当にちょびっとしかない、すんげーミニ購入品です。あ、この前のブログもし見た人だったらわかると思うけど、アウター行ってセールしてたのね。 Buy one get one half off ってやつ、1個買えば1個半額みたいな感じ。じゃあまず、ファンデーション、この前の動画にも載せたんだけど、ちょっとファンデーション使ってみたいなと思って、最近いつも BB クリームで、いや、私が持ってるファンデーション、これレブロンの Color Stay、 これ色はなんだ、ミディアムベージュ。これつけるとなんかちょっとファンデーションつけてますみたいな感じのルックになる。すっごく少なめにつけるとなんか超ライトカバレッジってなるんだけど、だったらビビクリームでいいじゃんとかって思って、でもちゃんとつけるとなんかすごいファンデーションつけてますみたいな、あれもうなんかおほみたいな、それがちょっと嫌であんま使ってないのね。あ、でもこれすごい評判いいだけど、私はファンデーションつけてますっていうルックはあんま好きじゃないよね。で、いろいろ見てて、これがすごい評判良かったからちょっと使ってみようかなと思って、それでちょうどセールしてたから、あ、これとこれ、これ買えばこれ半額とか、高めの方が払って安めの方を半額にしてくれるみたいな、それでこれを買った。 Anyways、 で、これ結構好き、つけててあんま、なんて言うんだろう、ファンデーションつけてますっていう感じじゃないので結構好きで、潤ってるし長持ちもしてると思います。で、カバレッジはミディアムカバレッジぐらいかな。いや、おかげさまでニキビとかないからあんまそういうの隠さないで済むんだけど、これ好き。それでパウダー、いや、で、この色はゴールデンベージュ、パウダーはライトミディアムナンバー10です。パウダーもいい感じ、この辺につけてる、下の方で。その後は NYX のバターリップスティック、バターリップスティック、スムーズでバターみたいな感じっていう宣伝してたんだけど、これね、ちょっと危ないのが、こうやって回してると、これ黒いの見える？これ危ないよね。ここにこれが普通に出てベチャってなりそうじゃない？これちょっと気をつけた方がいいと思う、パッケージのね。で、いろいろ YouTube のレビュー見てたら、なんか色によって発色とかつけ心地が違うらしいのね。で、なんか薄めの色とかちょっとボコボコみたいな感じの色もあれば、スムーズに綺麗に塗れる色もある。これはあんま好きじゃなかった、これ。こういうのを買う前になんかいろんな色を調べてみて、いろんな動画見て、どの色がいいかとかそういうのを見てから買った方がいいと思う。私はその時アウター行って、それでもう動画も何も見ないで買っちゃって、それで、すごい売り切れだったのね、いろいろセールしてたから。で、帰ってからレビュー見たの、あーって感じ。まあ返せばいいって話なんだけど、まあいいかな。いや、Anyways、で、リップグロス。Oh yeah。で、これ、匂い。匂いないと思う。キャンドルっぽい。なんつうの？ワックスっぽい。あんま匂いない。この色、キャンディーバトンズだって。ボンボンズ。What？ で、リップグロス。バターリップグロス。バターグロス。これも NYX。1個買えば1個半額ってやつね。OK。で、リップグロス。リップグロスの名前が、Apple's、トラドル、わかんない、読めない、はい、すいません。これね、これが名前です。で、これもバターリップスティックシリーズの、リップグロスで、匂いアメリカの甘いコットンキャンディーじゃなくて、なんだ、カップケーキの匂い。匂いは甘いので、もし苦手な人もいると思う、食べたくなる。Anyways、で、これは今つけてる。で、これは好き。もし買うんだったら、リップスティックの方よりこっちの方を買いたいなと思った。リップグロス結構潤ってるし、スムーズでスティッキーじゃない、なんかベトベトしてない。
Yeah, smooth, nice. I love it. で、その後に、アイシャドウパレット、NYX のアイシャドウパレット。1個買えば1個半額って言ったじゃん。で、もう1個なんか買えば半額になれたんだけど、すんごいいろいろ売り切れてて、めちゃくちゃでもう壊れてて、もうなんでって感じでしょ。で、もういいやって、嫌になってやめた。それでこれしか買わなかったんだけど。はい、で、このパレットの名前がこれで、色がこんな感じです。で、横を押すと、鏡とブラシが入ってる。で、3種類あって、これをこれにしたんだけど、なんかこっちの方は黒もついてるし、ハイライトもついてるし、薄ピンクとか紫とかグレーとか茶色とか、がついてて、お出かけ、化粧品とかを持ち歩く人、これ1個でいい感じと思います。Yes. Anyways, この5個のものを買ったじゃん。で、これ買ったらなんかレジの お姉さんが、これをくれたの。このサンプルあげるみたいな。やったーとか思って。その時のセール何なのか分かんないけど、なんか3月ずっとセールやってるみたいで、この日はこれをフリーとか、この日はこのサンプルがタダであげるみたいな、そういうのをやってて、それでこれをくれたのね。これは、髪の毛のスプレーなんだけど、It's a 10、名前なんだっけ ?Miracle Leave-In Plus Keratin トリートメントなんだけど、ヘアスプレー。で、これサンプルって書いてあるけど、このサイズ、4 fluid ounces、120ml。ドルのサイズ売ってるのね、普通にこのサイズ、でネットで値段見たら19ドルなんとかとか18ドルなんとか2000円ぐらい高くない？ Oh my god とかと思って、はぁもらったって感じで超嬉しかった。でこれずっと使ってみたくて YouTube でいつも見てたから、でなんか It's a 10の意味はなんか、 okay, It's a 10はパーフェクトって意味。例えばあの子可愛くないとか言って男の子同士喋ってる時女の子同士でも、で点数 from 1 to 10 その子どんな感じ、8かなみたいな、そこまでパーフェクトじゃない、いい感じだけどパーフェクトじゃない、10は超パーフェクトって意味っていう英語アメリカのスラング、なんて言うんだろう、まあそんな感じ、ごめんね説明超しづらい。で It's a 10もうその意味と思うんだけど、見える？重いのフォーミュラが開けてみるとこんな感じな、クリームみたい、クリーム中はクリームっぽいんだけど、出てくるときは普通にスプレーみたいな感じで出てくるって感じで、つけすぎてつけすぎるとベトベトになるとか頭がオイリーっぽくなるとかっていう人もいるんだけど、yes. Anyways, で後ろに、10個のことをしてくれるっていうのを書いてあるんだけど、例えばアイロンの温度から守ってくれるとか、なんとかプロテインを入れてくれるとか、潤わせるとか、フリズって頭がヒョロヒョロって乾燥してるとき、それをなくしてくれるとか、なんかいろいろ書いてあるのね。で、これ使ってみてどうって思うでしょ？ぶっちゃけあんまわかんない。ごめん。私すぐに気づかない人と思う。なんかいいのか悪いのか。で、使った日は、ココナッツオイルパックやったのね。で、頭しっとりになるの、すごいココナッツオイルやると。ヘアケアの動画見てくれた人だったらわかると思うんだけど。で、それを使った日に使ったから、なんか頭普通にしっとりだったの。これのおかげなのか、多分ココナッツオールのおかげ、これのおかげでもあるのかもしれない。まだわからない。でも別に、いや普通。で匂いはいい感じの匂い。匂いダメな人はちょっと苦手と思うけど、なんかジャスミンと香水みたいな匂いがする。お花って感じかな。いや。Anyways、こんな感じです。ごめんね、超わかりづらかったら。Yes、じゃあ。なんか食べてきます。超お腹すいた。コーヒーもの。じゃあね、みんな、バーイ。